れ様でーす。恭介でーす。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、今日はですね、タイトル通りですね、今日、今、5月21日、20日なんですけども、今日からですね、プロテインだけ生活3日間、開始したいと思います。はい。でですね、なぜいきなりこんなことをするのかと言いますとですね、5月23日、僕の誕生日ということでですね、チートを挟むわけなんですけども、ちょっとですね、チートの間隔がですね、短くなってしまうということなんで、で、ちょっとですね、やっぱりお脂肪ちゃんも月気味になってきたということで、ちょっとここら辺で一旦自分に制裁ということでですね、プロテインだけ生活も本当プロテインだけです。はい、まああとその他のね、あの BCA とかはちょっとトレーニング中には飲むんですけども、もうそれ以外食事という食事、オートミールだとかバナナだとかブロッコリー、卵一切取らずに、この僕の大好きなマイプロテイン北海道ミルクさんだけで過ごしていきます。はい、でですね、このゴールデンシェイカーを使って飲んでいくんですけども、まあ今日ですね、朝体重測りまして、まあ一昨日チートを挟んで、今日の体重が79ぴったりでした。で、コンテスト時の体重が75だったということで、まあ大体4キロぐらい、まあ筋肉も復活して、まあ脂肪ちゃんもついちゃってみたいな感じですね。まあこの3日間で、まあどこまで体重がね、落ちるかどうか検証していきたいと思います。で、1日目、2日目、3日目っていう感じでですね、経過動画としても残していきたいなと思います。ですので、まずね、朝、一発目のプロテインを飲んでいきたいと思います。で、ここで、一つ条件を加えます。プロテインを飲む回数は1日4回にしたいと思います。で、この4回を飲み切ってしまったら、もうその日のプロテインはもう飲めないということでやっていきたいと思います。では、まず1回目の初日の1回目、朝1のプロテインを飲んでいきたいと思います。これにこういう感じで、で、5月23日はもうバカほど食べまくりたいと思います。まあそのためのね、お楽しみを増やすための3日間でもありますね。じゃあ、いただきます。まあなんかね、全然余裕そうな気がします。3日間プロテインだけでしょ、非常に余裕かなと思います。いや、うまいね。はい、という感じで1回目のプロテインを飲み切りました。今日はあと3回飲みます。これを、残り3日間ですね、続けていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、今日も一日頑張りましょう。はい、今ですね、成田の、市のね、ジムでやってたんですけど、背中のトレーニングと肩のトレーニング、僕のマナ弟子と2時間がっつりちょっとトレーニングして、今日2回目のプロテインです。今4時ですね。まだ全然余
余裕あるんですけど、多少ぼーっとしてね、ケアした。いただきます。あと今日ね、制限の2回、4回飲めるうちあと2回飲めるんで、ちょっと編集しながら飲んで、夜寝る前飲んでっていう感じでやっていきます。では。はい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 、どうも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 、今ですね、夜の19時7時ですね、今日3回目のプロテイン摂取いきたいと思います。これまだ中水です。まあちょっとね、まあきつくはなってきたんですけども、いや結構きついね。もうさっきからね、お腹がギューギューいってんのよ。でも、まぁ、あとね、2日って考えれば最強だし、5月23のザ・ハッピーバースデイ・チートデイが来ることが、もう楽しみで楽しみでしょうがないんで、だってこれを2日間で耐えれば、もう終わりだし、まぁ、終わりじゃないけどね、チート待ってるし、その後も待ってるわけよ。ね、待ってるわけよ。もう何でも食べれる。よし、頑張るしかあらへんで、いただきましょう。はい、じゃあ今日3回目ですね、いただきたいと思います。ありがたみがわかる。てか体がさっきから熱いのよ。ずっとね、なんか脂肪を栄養にしてる感じで、 BCAA は取ってるから、もうずっとね、体は脂肪がね、メラメラメラって燃えてる感じがあります。もう3回目だ。3回目のプロテイン摂取終わりました。で、あと1回夜寝る前ね、ちょっと飲んで終わりにしたいと思います。あと1回のプロテイン摂取、まあ寝る前10時とかかな、飲んでいきたいと思います。はい、じゃあそしたら、今夜の、まあ、10時になったんで、今日4回目の摂取、摂取って言ったらあれだけど、プロテイン飲んでいきたいと思います。夜なんでちょっとやべえ、めちゃくちゃちょっとしんどくなってきたんですけど、まあ寝れば回復するかなって思うんで飲んでいきましょう。じゃあ今日最後のプロテインいただきます。おいしい。じゃあ今日はこれで寝たいと思います。もう正直ヘロヘロですね。プロテイン飲んだ後すんげーお腹鳴るんすよね。体が栄養クレメンスなんでしょうね。じゃあ1日目はこれで終了したいと思います。また2日目、体の経過とともにちょっと見ていきたいと、頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さん1日目おやすみなさーい。